希望子インコは、オウムメインコ下に分類される鳥類。オランダ、ベネズエラ全長35から36センチメートル。全身は、羽毛の外縁が暗色な、緑色の羽毛で覆われる。頭頂や目の周囲は黄色。額や、目先は白や、単行色の羽毛で覆われる。初列風切り先端は、暗青色。外側の地列風切りは赤い。くちばしの色彩は、紅白色。定地に、 サボテンや有志植物からなる、ヤブチや森林が点在する環境に生息する。当初に生息する、個体群は、食物や水を求めて放浪する。中高生で、夜間になると、高木の木の枝岩の割れ目に集まり休む。ペアもしくは10羽以下の小規模な群れを形成して、生活するが、食物が豊富な時期は100羽に達する大規模な群れを形成する。植生は、 植物食で果実、種子、花、サボテンなどを食べる。繁殖形態は乱生。3から10月に軌道やサボテンのほら、岩の隙間などに1回に2から4個の卵を産む。放卵期間は22から27日。育数期間は53から61日。アボカドやトウモロコシ、マンゴーなどの農作物を食害する害虫とみなされることもある。 開発や再興による生息地の破壊、外帳としての駆除、ペット用の乱獲などにより生息数は激減している。さらに干ばずによっても生息数が減少している。以前はオランダ領アンティル内の別の当初にも分布していたが、1940から1950年代に絶滅した。ボネール島の生息地は国立公園に指定されている。 1980年から狩猟を行わないよう、啓蒙活動が進められている。ベネズエラ北西部での1997年における、生息数は500から800羽と推定されている。マルガリータ島での1980年代後半における、生息数は650から800パ1992年における、生息数は914羽、1996年における、 生息数は1900羽と推定されている。ボネール寺までの1987年における生息数は400羽以上、1993年における生息数は450羽以上と推定されている。ありがとうございます。